8月18日。約束の時間は午後だったのに、私は待ちきれなくて、朝目が覚めるなり河原へ行ってしまった。もし来てくれなかったらどうしよう。あの子は約束を破らない。なぜかそんな気がして待ち続けた。そしてあの子は来てくれた。私の姿を見つけると、笑顔で手を振ってくれた。それだけで涙が出た。あの子が、またどこか痛いのと心配してくれて。そんな優しさに、ますます涙が止まらなくなった。泣き虫だねって、あの子は笑った。あの子と話していると、すぐに時間が経ってしまう。私は話題を持っていないから、あの子の話を聞いてばかりだった。あの子は友達のこととか、好きなゲームのこととか、自分のことをいっぱい話してくれた。それなのに私には何も話すことがなかった。自分が嫌になった。あの子につまらない奴だって思われたかもしれない。だとしたらどうしよう。怖い。8月19日。インターネットであの子の好きなものを一生懸命勉強した。徹夜なんて久しぶりだった。今まで自分が接したこともない未知のものを、とにかく頭の中に詰め込んだ。まるで学生の頃、テスト前に一夜漬けした時みたいに。寝不足のまま約束の時間に河原に行くと、あの子はもう来ていて、また会ったねって笑ってくれた。私は一生懸命話した。あの子の気に入ること、好きなことを話した。すごく喜んでくれた。でもあの子を騙しているような気がして胸が痛んだ。今の私は、あの子が、だけが生きがいになりつつある。あの子のためなら、私はどんなことでもするだろう。8月20日。今日は雨で、しかも土曜日だった。あの子がいつも河原にいるのかどうか不安で不安で、朝から落ち着かなかった。我慢できなくなって、昼頃に河原に行ったら、あの子は傘を差してポツンと立っていた。濡れて風邪をひくといけないからと家に招いた。服が濡れていたので乾かしてあげようと思ったら、激しく拒絶された。私は混乱して、どうしたらいいのかわからなくなった。必死に謝った。あの子はもういいよって許してくれた。でも私は見てしまった。ズボンを履いたあの子の足。わずかに覗いたその肌に、いくつもの青あざがあったことを。どうしたのって聞いても、悲しそうな顔をするだけで、あの子は答えてくれなかった。私たちはゲームをして遊んだ。あの子は普段あまりゲームができないと言っていたが、物覚えが良くてすぐに上手になった。私なんか下手くそで全く相手になれなかった。ごめんね。私なんかとゲームしてもちっとも面白くなかったよね。でもあの子は私のことを下手くそだなって笑いながら真剣に遊び方を教えてくれた。あの子はいつも私に気を使ってくれる。もっとわがままを言ってくれてもいいのに。そう思うのは私のわがままなのかもしれない。明日は日曜日。彼は来れないらしい。そう聞いただけですごく落ち込んだ。また月曜日に遊びに来るよってあの子は言ってくれたけど、一日会えないのが辛い。とても辛い。あの子のいない生活が早くも考えられなくなってきている。なぜこれほどまでにあの子に依存するようになってしまったのだろう。8月21日。今日は日曜日。彼は来ない。日曜日はいつも事情があって遊びに行くこともできないそうだ。どうして？私よりも大切なことなの。でも怖くて聞けなかった。それを聞いてしまったら私は嫌な女になってしまう。8月24日。あの子は火傷のことについて少しだけ話してくれた。火傷は背中全体に及び、痛々しくて見ていられなかった。けどなぜかあの子は誇らしげだった。この火傷は辛くないのという私の質問に、あの子は首を振った。この火傷は愛情の証なんだよ。そう言ってあの子は嬉しそうに笑った。8月28日。今日は日曜日だというのにあの子が来てくれた。夕方、もう日が暮れそうになった時に私の家に遊びに来てくれた。本当は来られないはずなのに。私は嬉しくて嬉しくて、また泣いてしまった。夜遅くまであの子はいてくれた。私はあの子のために夕食を作り、ご馳走した。誰かのために料理を作るなんて何年ぶりだろう。あの子の喜ぶ顔が見たくて、ワクワクしながら料理をした。あの子は喜んでくれたけど、ちょっと気合を入れすぎてしまった。量が多かったみたい。少し前までは夜が訪れるたびに
私は泣き出しそうなほどに寂しくて、辛くて、死にたくなっていたものだ。でも今日はあの子がいてくれた。私は孤独じゃない。あの子と夜の街を歩いた。私は幸せだった。8月29日、彼が来ない。昨日約束したのに。どうしたんだろう。何かあったんだろうか。不安で不安で、河原に行こうかとも思ったけど、この家を出て行ってもし行き違いになったら。そう思って一日中部屋で待っていたのに、ああ、どうして来てくれないの。8月30日、今日も来ない。不安と絶望で、昨日の夜は眠れなかった。あの子の声が聞きたい。8月31日、どうして、もう飽きたの。やっぱり私といてもつまらなかったの。あの子が来なくなって、68時間が過ぎた。その間一睡もしていない。もうあの子なしの生活なんて考えられない。孤独がこんなに辛いものだなんて、もはや一人で過ごすことに耐えられない。どうして来てくれないの？何かあったの？生きるのがまた辛くなってきた。8月1日、今日もあの子は来ない。どうしてなの？8月2日、あの子が来た。また私のところに戻ってきてくれた。でも彼はひどくやつれていた。この4日間ですごく痩せてしまったみたい。私の顔を見るなり、ごめんねと言った。粘り強く説得して、一体何があったのか聞いてみた。でも彼は教えてくれない。きっと親だ。親があの子を拘束してるんだ。かわいそうに、あの子の手は傷だらけだった。爪の間に真っ赤なものがこびりついていて、どれだけ洗っても取れなかった。これほどまでにあの子をやつれさせるなんて、これほどまでにひどい仕打ちをするなんて、許せない。なんとかしなければ。8月3日、あの子との散歩、もう何度目だろう。お互いに手をつないで夜の街を歩く。ただでさえ外出するのが辛かった私にとって、こんな風に出歩くのは奇跡のような気分だった。あの子はお昼も散歩しようと言い出した。肌白いよって心配してくれたのだ。その言葉が嬉しくて私は泣いてしまった。8月4日、私は太陽の光を久々に浴びた。あの子がわざわざお昼頃にやってきて一緒に散歩をした。他人に怯え、ビクビク震える私と手をつないで、あの子は平然としていた。それどころか、楽しそうにいつもと変わらず私と話をしてくれた。あの河原で太陽の恵みを感じ、涼しい風を頬に当てて、こんなに爽やかな気分になれたのは生まれて初めてだった。あの子は私を人間に戻してくれる。今日の私は口数が少なかったね。ごめんね。私は陽光に照らされた街を歩きながら、泣きたくて仕方なかったんだよ。ずっと泣くのを我慢してたの。また泣き虫だねって言われちゃうね。でもすごく嬉しかったんだよ。私はあなたのためなら何だってする。あなたの幸せのためなら全てを犠牲にできる。私にとってあなたが全て。8月5日、まさか信じられない。あの子の親、なぜ今まで聞かなかったんだろう。名前、忘れることなどできない。私の、あの女。私はもう一人じゃない。あの女にあの子はふさわしくない。あの子は私のもの。気づいた。血。あの子は私の。ずっと一緒。ずっと。日記はそこで終わっていた。読み終えた僕は大きく息をついた。先輩、雪村の日記にあるあのことは、ゆうすけくんのことなのでしょうか？ええ、内容からも、多分。日記から読み取れる雪村の感情は、鬼女の怨念にはほど遠い。むしろ、初恋をした少女のような印象だ。思い余って無理心中でも図らない限り、ゆうすけくんの安全は保証されていると言っていい。その点については少し安心した。小暮さんは続ける。そして日記になるあの女というのは、斎藤ゆかりのことですね。多分。ということは、雪村京子は、斎藤ゆかりを知っているということになります。その通りだ。ではその逆はどうだろう。斎藤ゆかりも雪村を知っているのではないだろうか。そこに事件の鍵があると睨んで、僕と小暮さんは斎藤家に向かおうとした。
向かおうとしたが、しかし僕らは地下5階の廊下に出たところで見知った顔に足止めされることになった。おっと先輩、どこへ行くんすか。道明さんこそどうしてこんなところに。今急いでるんですけど。編纂室って本当に地下5階にあるんすね。するとあの噂も本当なのかな。道明寺は僕の話が聞こえていないようにとぼけてみせた。道明さん、これから斎藤ゆかりに会って雪村京子について知っているか聞きに行くんです。すいませんが後にしてください。釣れないな。でも今は斎藤家に行かない方がいいっすよ。どうしてだ。小暮さんが身を乗り出して凄む。しかし道明寺は臆することなくにやけている。今日の捜査会議で斎藤家にかなりの数の捜査員を送り込むことにしたんすよ。なんで今更？それが実に印南刑事らしい考えでしてね。例の隠し部屋の件もありますんで、一応斎藤ゆかりの監視が含まれてるんすよ。それにもし事件が解決しなかった時、捜査員を大量に投入しておけば全力を尽くしたって言い訳が立ちますからね。なんだと。小暮さんが唾を飛ばして怒り狂う。そんな、今から失敗した時の言い訳のために動くなんて。それが印南刑事ってやつなんすよ。あの人にとっちゃ自分の地位と保身が最優先なんす。全くやってられないっすよ。道明寺の言う通りだ。そんな人間が同じ警察の、しかも上層部にいるなんて許しがたい。先輩、気持ちはわかりますが今は抑えてください。斎藤ゆかりに話を聞くチャンスは何とか作りますから、それまでどうか。確かに生村京子の日記を僕らが読んだことは極秘なのだ。印南刑事にそれを言うわけにはいかない。もしも日記を読んだことを咎められたら、下手をすると僕らは処罰される。そうなったら完全に捜査の道を打ち切られてしまう。それだけは避けたかった。僕たちは道明寺の再三の説得もあって、しぶしぶ斎藤家への訪問を延ばすことにした。翌朝、僕は携帯の着信音で朝を迎えた。はい、もしもし。先輩、道明寺です。雪村の部屋からいいもんが見つかったんすよ。電話は道明寺からだった。何やら興奮している様子だ。いいもん？何が見つかったんですか？お札です。例の鬼の文字が書かれたやつです。これでもう犯人は確定っすね。道明寺はさらに続けた。すると、お札の裏に発行された場所が書いてあるんすよ。先輩、興味あるんじゃないすか？当然だ。雪村京子の足取りをつかむ絶好の情報じゃないか。場所はどこなんです？僕は道明寺の言う住所を手帳に書き留めると、早速調査に向かうことにした。電話を切った後、すぐに小暮さんに連絡した。その後どうしようか迷ったが、一応優香さんにも電話をした。鬼についてはやはり、優香さんの知識が必要になるかもしれない。僕は急いで出かける用意を済ませると、家を飛び出した。どこにいるんですかね、二人は。雪村と、祐介くんは。道中、小暮さんの車の中で、僕はずっと考え続けていた。斎藤ゆかりの家に送られたファックス。そこに書かれた角のない鬼の字。あれには何か大きな意味があるに違いない。雪村京子はあのメッセージを送ることで、斎藤ゆかりに何かを伝えたかったのだろうか。うん。でも、そうね、あの感じだとグルとかではなさそうだもんな。道明寺から聞いた住所を頼りに車を走らせて約2時間、ようやく問題の場所に到着した。それなりに歴史があるらしく、苔むした鳥居が僕たちを出迎えてくれる。鳥居があるところを見ると神社のようだ。先輩、もしかしてここに雪村と祐介くんが。どうでしょうか。お札が見つかってしまえばすぐにバレてしまう場所ですからね。それに人の出入りだってそれなりにあるはずです。人質と一緒に隠れられるような場所とは思えないなぁと優香さんも言う。小暮さんはムッとして、素人は口を挟むなと小声でつぶやいた。うん、
優香さんの言う通り、確かにここに隠れてることはないと思うけど。僕はもう一回、あざりを見回した。岸母神を祀る登りが、いくつも風にはためいている。これはまだ想像ですけど、鬼のお札には何らかのメッセージが含まれてるんじゃないでしょうか。雪村はそれを伝えるために、わざわざ謎めいたお札をファックスしたんです。この神社には雪村のメッセージ、おそらくは動機を示す何かがあるはずなんです。なるほど。それではまずお札の意味を知る必要がありますな。早速奥へ行って神主さんに話を聞いてみましょう。木々に囲まれた細い参道を抜けると、木漏れ日に照らされた古い社が見えた。寺特有の静謐とでも呼びたくなるような、ひんやりとした空気が僕たちを包む。ほら、プライム君、これ見て。優香さんは石段を駆け上がり、社の中を指さした。うわあ。そこには優しげな笑みを浮かべる女性の像が佇んでいた。そしてその像の台座には、しっかりと名前が彫り込まれていた。岸母神。鬼の点がないね。岸母神。これが岸母神ですか。小暮さんが薄ら寒そうに身を抱える。も、よ。正確には、岸母神じゃなくて、岸母神。読み方を正しながら、優香さんは興味深そうに、岸母神像を眺める。岸母神か。へえ、岸母神の鬼の字も角がないのね。優香さんが像に向かってカメラを構える。何をしておる?突然背後から声をかけられた。ひゃあ、体に似合わない甲高い悲鳴を上げて、小暮さんが飛び上がった。新キャラだ。振り返ると、石段の下で老人がこちらを見ている。短く刈り込んだ白髪交じりの頭。顔に刻まれたシワが年輪を感じさせる。人のいい温和な顔に少し安堵した。どうやら、それほど怒っているわけではなさそうだ。僕は老人に尋ねた。こちらの神社の方ですか?いや、違う。老人はゆっくり首を横に振った。老人はぶっきらぼうに答えつつ、石段を上がってくる。では、神主さんのいらっしゃる場所をご存知ですか?おらん。短く答えると同時に、老人は僕らの正面に立った。神主さんがいない。お留守ということですか?違う。ここに神主はおらんと言っておるのじゃ。どういうことだ?この老人の言っていることはさっぱり意味がわからない。失礼だが、何の用で来たのかね。僕たちの顔を覗き込むように老人が訪ねてきた。あ、これは失礼しました。僕と小暮さんは警察手帳を取り出した。すると老人は少しだけ意外そうな表情を見せた。警察の方か。ここへは何しに来なさった?ええ、少し調べたいことがありまして。何を知りたいのかね。わしに答えられることならご協力しよう。わしはここの住職じゃ。老人の顔のシワがにんまりと崩れた。ご住職?ということはここはお寺なんですか?うむ、鬼泣き寺という。岸母神と聞くと、どうしても神社と思われるようじゃがな。仏法の守護者なのに、神という文字がついているせいかの。僕もてっきり神社だと思い込んでいた。納得できない顔の小暮さんが住職に質問した。じゃあ入り口にある鳥居は何なのでありますか?お寺なのに鳥居があるなんて変ではないですか?ああ、あれはな、もともとここの鎮守だったものじゃよ。鎮守?小暮さんが妙に高い声を上げた。そうじゃ、鎮守というのはな、寺院を守護する目的で境内の近くに建てられた神社のことだよ。神仏集合のことですね。優香さんの口から聞き慣れない言葉が紡がれる。そうじゃ、神仏混交とも言う。いろんな言葉が出てくるな。昔はそういうことがあったんじゃよ。反対に神社に付属して置かれた寺院として、神宮寺というものがあったりもした。権現という言葉を聞いたことはないかな。仏様や菩薩様が人々を救うために、神に姿を変えて現れることなんじゃ。御法神といって、神を守る仏もおる。なんだか神様も守ったり守られたりと、結構大変なものですな。
小暮さんは変なところに感心している。もちろん明治の神仏分離以来、神宮寺や鎮守は廃止されてどちらかに統一されたのじゃがな。だからあれは一応敷地内にあるというだけで全くの別物。ここはれっきとした寺で、わしは住職というわけじゃ。お分かりかな。住職はそこまで言うと、改めて僕の顔を見直した。それで何をお聞きになりたいのかな、お若いの。あ、はい。こちらのお寺で、鬼の文字のお札を作られていると聞いたのですが、頭に角のない。ああ、作っておるとも。それがどうかしたのかな。僕は差し障りのない範囲で事情を説明した。住職は、ことが誘拐に関わっているとわかると、姿勢を正した。そうか。誘拐とは罪深いことじゃの。住職は悲しそうにため息を吐いた。教えてください、ご住職。あの鬼の文字にはどんな意味があるんですか。僕の質問に、住職はしばらく何かを考えていたが、やがて重々しく口を開いた。それを説明するためには、騎士文字について語らねばならんな。お時間はよろしいかな。僕たちは黙ってうなずいた。それを確認すると、住職はしゃがれた声でゆっくりと騎士文字について語り始めた。はい。というわけで、一旦ここでちょっと切りがいいのでね、切りたいと思います。ちょっと短めになってるかもしれないですけど、いやでもこの話すごいなんかあれですね。ボリューミーだけどどんどん繋がってってめっちゃ面白いですね。はい。これまだだってね、オカルト科学ルート、これ分かれ、これ多分科学ルートの方になってんじゃないかなと思うけど、ね、それによってまた変わるって考えたらちょっと面白いんですけど、また次回ね、騎士文字についてとあの、角のないようにどう繋がるのか、そして雪村と母親はどう繋がるのか、そしてね、雪村と子供はどこにいるのかという、まだ謎がたくさん残ってるんでね、次回以降やっていきたいと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。